食べた話。これはトルコのお話です。昔々のことです。トルコの国のある小さな村にナスルという青年が一匹の子犬と一羽の鶏と一緒に暮らしていました。コケコッコー。農家の朝は早いのです。朝日が昇るのと一緒に畑に出て働きます。ナスルだって同じなの。村の外れのナスルのブドウ園ではブドウたちがナスルの来るのを待っているんです。でもなかなか起きませんね。あらら、今度は紐で引っ張られて、これじゃあどっちが犬か分かりませんよね。でもナスルって毎朝この調子なの。ナスルのブドウ園は村の外れの丘の中腹にあります。おはよう。へいしょい。こうしていつものようにブドウに水をやり草刈りをします。休憩時間にはもぎたてのブドウを子犬と仲良く分け合って食べます。そして昼過ぎのお昼寝の時間までナスルは黙々と働き続けるのです。お昼過ぎです。村一番の大金持ちのハリルが秘書のクリルを引き連れて村にやってきました。村の人々はハリルを血も涙もない鬼のハリルと言って恐れていました。おや、いつもは気難しい顔をしているハリル、今日ばっかりはご機嫌のようですね。実はね、今日がハリルの50回目の誕生日。嬉しくってもうしょうがないんです。でもハリルは村一番の大地主、その上お役所から任されてこの村の税金を取り立てるという仕事をしていたのです。ハリルの税金の取り方はそれはそれは厳しくって村人たちはいつも泣かされていました。おい、こらこら、ハリル様の通りだ。早く来て挨拶せんか。これはハリルの旦那様、いつもいつもお世話になっておりますさ。今日は何の日か知ってるか。それはもうハリル様50回目のお誕生日、本当におめでとうございます。それに今夜のパーティーまでお招きにあずかりまして、光栄に思いなさい。光栄にね、ハリル様。へですから、誰も心の中では嫌だと思いながらもハリルに逆らおうとはしません。精一杯ご機嫌を取るのです。おい、こらナスル、起きろ。ハリル様のトルだ。ナスルったら。ちょうどナスルのお昼寝の時間です。働いた後の一眠り、気持ちよさそうに眠っています。まったく生意気なやつだ。ハリル様のお通りだ。挨拶せんか。クリル君、そのまま眠らしておきなさい。その代わり税金の取り立ての時にはナスルからがっぽりいただきなさい。へへへへへ、そうしましょう、そうしましょう。その日の夕暮れのことです。ブドウ園からの帰り、ナスルは隣の主とばったり出会いました。こりゃえらくめかし込んで、一体どこへ行くんです。何でぼけているのかな、ナスル。今夜はハリルさんの誕生パーティーがあるじゃないか。お前だって呼ばれてるだろ。本当だ、これすっかり忘れてた。じゃ早速あんたと一緒に行かなくちゃ。でもその格好じゃもうすぐ日が沈みますよ。早くしないと遅れますよ。
じゃお前はな、先に帰っておくれ、ちびこ。おいしいお土産をどっさり持ってきてるからな、ちびこ。さあ行きましょう、さあ行きましょう。そんなわけで、ナスルは仕事着のままハリルの家に行くことになったのです。ハリルは盛大なこのパーティーに大満足でした。何しろ1週間もかけて準備したんですから。でもハリルは仕事着姿のナスルを見て腹を立てました。わしの誕生パーティーに仕事着で来るなんてけしくる、許せん。そこでハリルは隣の客に、あんな格好で来られちゃせっかくのパーティーが台無しだ。わしならあんなやつは無視するね。その客はなるほどとうなずきました。ハリルの言葉は客にとっては命令と同じです。そこでその客は隣の人に耳打ちをしました。人々はハリルに逆らうなんて、ナスルはなんてバカなやつなんだと思ったのです。いやーどうも、いやー、これはハリルさんお誕生日おめでとう。あのね、さすがに気のいいナスルも周りの奇妙な様子に気がつきました。やがて食堂で晩餐会が始まりました。でもナスルだけ座る席がありません。この時初めてナスルは人々の視線が自分の服装に注がれているのに気がついたのです。おい、ナスル君のお金だよ。ハリルは大満足です。ハリルはナスルがみんなに無視されていたたまれなくなって逃げ出したと思ったんです。ところが家に帰ったナスルは上機嫌でおめかしを始めたのです。一体ナスルはどうするつもりなんでしょうね。帰ってきたナスルを見て人々はその立派な服装に文句のつけようがありません。ハリル様、こうなったらハリルもナスルをもてなさないわけにはいきません。さあナスル君、こちらの席へどうぞ。どうなることかと心配していた人々はほっとしました。ところが、さあ上着さん、これは上等のステーキですよ。おかり、うん、おいしいかおいしいか。そうかそうか。ほら、今度はチーズですよ。これもこれも。こうしてナスルはサラダ、ピクルス、イチジク、次から次へと上着やズボンにごちそうを食べさせました。そして最後には帽子にケーキを食べさせたんです。どうも前から変だと思っていたが、やはりナスルはおかしい。皆さん、人間が上着に食事をやったらするかね。ハリルさん、私はてっきりあなたが私の洋服にごちそうしたいんだとばっかり思っていたんですがね。なの、私がさっき仕事着で来た時はごちそうどころか挨拶もしてもらえませんでした。ところが上等の洋服に着替えてきたらご覧の通りの大歓迎。そこで私は考えたんです。あなたがパーティーに招待したのは私じゃなくて私の上等な洋服なんだってね。だからごちそうは洋服に食べてもらったんですよ。ではこれにて失礼、ごめん。ナスルはさっそうと立ち去ったのです。わー、ナスルのバカ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 、ハリル様悔しい、
様がはははちくしょうナスルにいっぱい食わされたがはははははがはははちびこよしよしよしちびこちびこナスルのおかげでみんなは身なりだけで人の価値を決めようとした自分たちを恥ずかしく思い、また勇気とは何かということを知ることができたのです。それからというものは村人たちはハリルにむやみにおべっかを使うことをやめました。またハリルもやたらに威張らなくなったということです。